きチャンネル。ちょっ、こんにちは。衣装を間違えて今パーカー脱ぎました、はい、佐々木です。前回の中日は長袖だったっていう。もう長袖が普通すぎて、はい、忘れてたわ。ちょっとそうですね、取らない期間長かったですからね。うん、長かった。うん、うん、あと別荘買うより服を買えっていうコメント欄があるあるから、あるから。あ、もうこれしか、ポロシャツしか持ってないと思われてるんですか。でも、うん、ほぼほぼ俺今服金使ってない、全く。へー、だってこれ Z やん。はい、提供してもらってるから、はい、ただなのね。はい、で中日屋に着てたパーカーも、うん、あ、 Z とビームスのコラボなのね。あ、じゃあそれも提供ですか。ただなの。あ、ビームスコラボとかも提供なんですか。そうそうそう、だから俺もう全部ただ、はい、服、洋服。でもセーターとか買いに行かないんですか、うん、そういうセーターとか着いひんもんな。え、じゃあもう常にスポーツウェアみたいな感じで過ごしてるんですか、普段も。かユニクロのロンティー、うん、ロンティー、うん、あ、ニット素材あんま着ないんですね。着いひんな。へえ、外歩かへんからな、ほぼ。あ、まあ、車乗ってるから。であとはなんかさ、うん、パタゴニア、パタゴニアとか、はい、ある、着てたら結構あったかいじゃん。あったかい、だから下そんながっつり着んでもいいねん。まあ、そうですね、なんか半袖の T シャツにダウンでもいけ、うん、ダウンって結構ね、可能性あるんで、うんうんうん、いけますしね、うんうん、だから全然服も支給品ばっかり。へえ、あとはもうゴルフウェアを、はい、あ、ゴルフウェアをプライベートでも着てる。あ、そうなんですね、うん、あ、確かに里崎ライブでゴルフウェア着てましたもんね。うん、そう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 。だから俺一回旅行、はい、京都行った時に寒いかなと思って、はい、下もゴルフウェアのズボン、うん、結構機能性いいから、はい、で上もゴルフウェアで行ったので、はいはい、え、何その服って言われた。え、何です、奥さんですか。いや、あったかいよって言ってゴルフしに行くのみたいな。でもそんな分からへんで、普通のトレーナーもゴルフのトレーナーも。だってトンネルズのスポーツ王に着てた上下の下が一緒で上黒のトレーナーで行っただけだから普通やんな、街中歩いてても。で、上着るやん。はい、上は普通 の、 そのパタゴニアとか、ね、そう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 、着るだけど、うんうん、もう一歩間違って俺ユニクロのダウンも着てるからね。あ、まあ、ユニクロ着のせいですから、本当安いの、うん、であったかいし、はい、俺多分野球界で一番ユニクロ愛用してると思うね。へ、俺だからいつユニクロからオファー来るか待ってんねんけど、はい、なかなかけえへん。あ、そうなんですね。ゆうちゃんに負けてる、はい。そんな話しちゃうねん。そうです、うん、はい、ヤクルト編だよ今日。ヤクルト編、平成スカウトチェックというところで、はい、ヤクルト分析したら、うん、はい、ヤクブルト、うん、ちょっと大ピンチやな。え、ピンチ、うん、これ2024年以降にはもう大ピンチの可能性が出てくる分析が仕上がりましたね。今後ってことですか。今後ちょっとね、うん、危ないかもしれない。へ、怪しい、まあ、ヤクルトね、はい、まあ、ちょっと過去の改定していくので見ていくと、上がった選手は中村悠平が SS から 1SS、うん、これ WBC 行ったからね、代表ですね。で、山田テストが 1SS から 3SS、 おお、だからオリンピックと WBC 行ったからね、うん、2位増えて、はい、高橋奎二が WBC に行ったから、うん、その B のルールには超えてないけども、代表に行ったらもう B は無条件でつくっていうところで 1B、はい、はい、で星が B、まあ、今年40試合投げたのね、はい、で、梅野が BB、うん、で村上が A プラスから 2SS プラス、これも東京オリンピックと WBC で3冠を取ってるからね、はい、で清水が SS、うん、だからまだだってまだやった時1年目だったからね、うんうん、だから何も残ってないところから、はい、だから最多ホールド2回取ったんだろうね、うん、はい、で木澤が BB、うん、だから去年と同士40試合以上投げてっていうね、ところだから19年から言うと、はい、ドラフト1位が奥川、吉田、杉山、うん、この3人ピッチャー取ったのにもうチームにいない選手いるよな。全員無印。そっか、奥川選手も8勝とか9勝ぐらいだったんで、うんうん、何もつかないんですね、うん、で2020年、はい、木澤がね BB、うん、で山野、内山が無印、うん、で21年ドラフト1位山下で2位丸山、うん、3位柴田、全員無印で2022年吉村、西村、沢井、全員無印っていうところで、うん、まあ、2019年から新しく改定した中では木澤の BB だけで、うん、あとは全員無印、はい、っていうところで、うん、もう危ないやろ。
危ない、うん、近年の正直よ、はい、山田テストと村上で持ってるようなもんだな。確かにそうですね、うん、でこの中で言うと今で言うと、うん、だからまあ中村、山田テスト、村上だよね、うん、でファーストがオスだじゃんね、はい、であのショートがまあ長岡でも去年あんまりだって、うん、竹岡とかも出てたし、はい、っていう中ではでもドラフト3位までの選手じゃないじゃん、はい、で、外野が塩見、塩見も下位だね、下位かで、まあ、青木が、2003年のドラフトだからね、うん、でライトがサンタナじゃんね、はい、ってなった時に、うん、やっぱこの突き上げを野手はいると、はい、だから突き上げピッチャーしなきゃいけないっていうところでピッチャー取ってんだけども、うん、先発で2012年の小川だけだからね、そもそも AA 以上がそもそも A 以上があんまりいないですよ、ね、そう A 以上のピッチャーは小川でしょ、はい、うん、その先発ね、うん、リリーフだと清水が一人いるんでね、はい、で小川その前は吉典行くからねうわでもすぐ怪我しちゃったからね、はい、吉典2007年だから、うん、でその前に行くと、村中あ、ね、2005年でその前が松岡の A、うん、で、川島の A プラス、うん、で立山、うん、で、石川、うん、藤井五十嵐昔はいいピッチャー結構多いです、ね、多いんだけどもここに来てピッチャーがだから前回のドラゴンズと真逆で、はい、うん、ピッチャー取るんヘボかっていう中日はピッチャーはすごい出てるのに、うん、野手は全然いないけども、うん、ヤクルトの場合は、ねうん、まあ、清水が出てるからね、はい、あのドラゴンズよりはいい明らかに、うん、先発がいないだけで、はい、清水が出てるから、うん、ドラフト1位が SS になるって、はい、そうスカウトにとったらもう完璧だからね、うん、だからそういったところで見ると、はい、やっぱちょっとピッチャーだってめっちゃ取ってんだよ、吉村、山下、うん、山野木沢、杉山吉田、奥川、奥川で市川、うん、で清水、大下、倉本、梅野、星、寺島、高橋奎二、原樹里、ピッチャーがそこそこ取ってんだけどね、結構取ってますね、うん、うん、上位でね、うん、しっかり、うん、でもなかなかその出てこないっていうところが苦しいよな、うん、そうですね、うん、だから今年ドラフト1位 で入団する、うん、西田でね、はい、がやっぱ頑張っていかないといけないけど、うん、野手もよ、はい、結局村上山田頼みだから、うん、結局去年ちょっと山田選手とかちょっとずつ落ちてきてるじゃん、はい、成績がで村上も一昨年から比べると去年落ちちゃって、はい、だからその村上と山田の成績次第でチームの順位が直結するな、うん、完全にそうですね、うん、そこ頼みだもんね、あとはもうサンタナオスナ頼みだから、うん、だからそこがかけた時のチームの戦力を補う選手たちがバックアップで全くいないね、うん、だからなかなかきついよな、はい、ちょっと危ないよな、うん、しかも村上ももうそろそろメジャーポスティングでだから25歳の壁だから、はい、今年25歳なんだよな確か、もう25なんだ、だから下手したら今年のオフにポスティングするっていう可能性が十分あるから、そのために今年までの複数年なんだもんね、でもそうだって抜けていくとなかなか苦しくなるよ、野手もちょっと厳しくなってきますね、野手もピッチャーも両方いないからね、うん、正直で小川だってもう2012年のドラフト2位だから、うん、もう今年が12年目でしょ、はい、で大卒だから、うん、だって私と同い年ですよ、34か今年34の年、ね、うん、でなってくるから、それが、うん、ね、まあ、素晴らしいよ、小川としては素晴らしいけども、うん、常にずっと小川が1番手で、うん、2番手以下追随なしって、うん、それはちょっときついよな、そか先発がだってそっから下いないんですもんね、うん、高橋奎二もね、うん、行くかと見せかけて去年あんまりだったし、うん、でそのね近くで吉村がどこまで頑張るかだよね、うん、で山下もねドラフト1位パッとしないし、うん、で木澤がリリーフ入った、奥川は手術するかもしれへん、うん、ね、で清水もリリーフ、ね、でその順次に取ってる、ね、吉田とか杉山とか山野とか、うん、ね、大下とか残るはずで梅野もリリーフでしょ、で星もリリーフでしょ、うん、で寺島がダメでしょ、うん、で高橋奎二がここからどう伸びるか、原樹里も下手したらリリーフ、うん、なるかもしれへんしな、うん、だ先発が誰もいないんだよ、うん、小川投手多分先発として取ってるんだろうけど先発にはまらないんだよね、うん、誰もね、
ちょっと危ないね。そうヤクルト怪しいね。でもやっぱ今の先発苦しい状況が今ここにやっぱ出てますね。やっぱ来るんだよね。出るんですね、うん、やっぱこの上でね、うん、はい、でパーセンテージで言うと、はい、18年までは、B が 19.23%、 A が 6.41%、 S が 17.95% っていうね、ところで、まあでも半分以上行ってないんだよね、うん、やっぱここ5割はよりは高く行きたいところだよね。で2023年が杉浦が日本ハムに行って B になったから、ね、でそこで、B が 21%、はい、で A が 4.44、うん、で S が 17.78 で全体的に言うと 43% 強、うん、っていうところだからほぼほぼ変わってない。お、そうなんですね、全体的に、はい、でもA 以上がやっぱ下がってるから、 B が増えて AS が下がってるから、はい、そういったところで言うとやっぱそのプロ野球を代表するような選手が現れてないっていう、新しくね、はい、ところで野手、うん、だから村上山田がだからヤクルトのもうヤクルトはもう村上山田が低迷すると100%勝てません、はい、まあでもそこ1位はまあ当ててるんですけどね、うんうん、2人とも1位なので、そうそうそう、うん、でもそのやっぱ追随してないのよ、うん、そうですね、で特にピッチャーが出てきてないから、うんうん、結局打ち勝たなきゃ負けるになってる、うん、これはちょっときついね。そうですね、うん、でもピッチャーの苦しさ感じますね、うんうん、だからちょっともうちょっと編成はピッチャーをナイスな選択していかないと、はい、もう先発向きだよっていう人を多分取ってんだろうね、取ってんだろうけどもハマってないからね、うん、そこちょっと考え方をそうですねちょっと変えてもらってやっていかなきゃいけないけども、はい、もしかしたらまた来年山下投手とか吉村浩二郎投手が一気に S なんてこともなくはないですよね。 S はいかへんやろ、いきなり最多勝とかだからね。あ、 S はタイトル、まあ、一定 A は行く可能性あるけども、いきなり S、 無印からいきなり S はかなり、まあ、可能性はあるけども、まあ、村上投手とか、うん、ハードルは高いから で、うん、そうですね、めちゃくちゃね、うん、ライバル多いし、まあ、そういったところでも A は増やしていきたいよね。そうですね、うん、だから投手に A が増えていくとヤクルトの強さが返ってくる可能性があるんで、うん、まあ、そこら辺が一つの目安かなっていうところはありますけども、はい、まあ、全体的な評価で見ていくとヤクルトはピッチャーをドラフト上位で引き当てるのは下手だっていうデータが出てるんですけども、はい、ヤクルトファンの皆さんはどう思いますか？